しい光と共に歩めば輝く歌声が聞こえてくるだろう。素晴らしい奇跡があなたの目の前に溢れ出してくるよ。きっと信じていれば大切な思いを伝えるためにあなたは今心の中の声を歌おうよ。私と一緒に美しい光と共に歩めば輝く歌声が聞こえてくるだろう。素晴らしい奇跡があなたの目の前に溢れ出してくるよ。きっと信じていれば信じる心の中の新しい音を感じて素晴らしい世界を作ろうよ。私と一緒に美しい光と共に歩めば輝く歌声が聞こえてくるだろう。素晴らしい奇跡があなたの目の前に溢れ出してくるよ。きっと信じていればあなたと共にいつまでもずっと結婚式でお父様に一番伝えたいことは何ですか？一番伝えたいI'm not afraid to die.
つまでもどこまでも永遠に、いつまでもどこまでも永遠に、いつまでもどこまでも永遠に、いつまでもどこまでも永遠に。どこまでも永遠に。
永遠に、いつまでもどこまでも永遠に、いつまでもどこまでも永遠に。Thank you.
ずっと Oh yeah、 ずっと Oh yeah、 愛する天使よ、愛する天使よ、愛する天使よ、までもずっと、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 までもずっと、いつまでもずっと、どこまでもずっと、ずっと、ずっと。
Oh.
こ来てくれ、愛する天使よ、今こ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 こ来てくれ。
どこまでもずっと、いつまでもずっと、どこまでもずっと、いつまでもずっと、どこまでもずっと。天使よ、愛する天使よ、愛する天使よ、愛する天使よ、いつまでもずっと、どこまでもずっと、いつまでどこまでもずっと、いつまでもずっと、どこまでもずっと。天使よ、愛する天使よ、愛する天使よ、愛する天使よ、いつまでもずっと、どこまでもずっと、いつまでもずっと、どこまでもずっと、いつまでもずっと、どこまでもずっと。愛する天使よ、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 いつまでもずっと、どこまでもずっと、
どこまでもずっと、いつまでもずっと、どこまでもずっと。愛する天使よ、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 いつまでもずっと、どこもずっと、いつまでもずっと、どこまでもずっと、いつまでもずっと、どこまでもずっと。どこまでもずっと、どこまでもずっと。
晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。おーイエー。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。おーイエー。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。おーイエー、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 おーイエー。天使翼を広げて空を高く今飛んで行こうぜ。素晴らしい美しい世界へと一緒に飛んで行こうぜ。あの遥か遠い光輝くような雲雲の上と愛の天使翼を広げて空を高く
今飛んで行こうぜ、素晴らしい美しい世界へと、一緒に飛んで行こうぜ、あの遥か遠い光輝くような雲雲の上と、愛の天使翼を広げて空を高く、今飛んで行こうぜ、素晴らしい美しい世界へと、一緒に飛んで行こうぜ、あの遥か遠い光輝くような雲雲の上へと。お話を伺うのはオープンバーの代表取締役
党政治組織団体の香港での政治活動などを禁じる法令で、これが賞でゴジラマイナスワン、そして君たちはどう生きるか、日本映画の2作品受賞しましたね。はい、はい、あの今年の受賞作なんですが、多くはですね戦争と平和がテーマになったと思うんですよね。ゴジラは終戦後の日本ですよね、はい、そして君たちはどう生きるかはまさに戦時下の日本が舞台ということになっていると思います。さらにオッペンハイマーは原爆の開発者を描いた映画ですよね。はい、その他ですね関心領域ってあるんですけど、これはナチスの強制収容所の、周辺に住む人たちの無関心を描いた映画なんですよね。確かに戦争に関連するものが多いんですね。あとあの日本映画で言いますと、もう一つノミネートされていましたパーフェクトデイズは惜しくも受賞を逃しましたね。はい、カンヌ映画祭で主役の役所広司さんが男優賞に輝いた作品だけ惜しいんですよね、うん、この点でですねカンヌとハリウッドの違い感じますね。そうですね、またです。今年もチャリティー投資セミナーを開催します。難病と戦う子どもたちの夢実現のために、
ここだけの投資ベストアイデアを披露。ぜひご参加ください。さあ、ウマ娘は3周年。オルフェーブルとジェンティルドンナが鋭い視線を交わす中、ワインクラフトシーザリオたちも気合い十分です。そしてドゥラメンテが登場です。ウマ娘、これほどまでに熱いのか。未来の電気自動車作りに必要なパートナー全てはここに。北米最大級 IT クラスター。毎年6万5000人のステム卒業生。 EV バッテリー製造の重要鉱物。オンタリオ州イノベーションパートナー。自分を見つけるため、喜んでほしい人がいるから。小さな輝きには力がある。ネイリストになろう。